40代男です。10年前に反発性脱毛症になり、全身すべての毛が一突きで抜け落ちました。あ、すごいですね。それ以降、視線恐怖症や社会性不安障害に苦しんでいます。なお年ですが、散々いろんな病院に行きましたが、ダメでした。リュックさんの周りに同じ症状の方いましたか？恋愛もその他行動に億劫になり、生きづらい毎日です。あ、でも知り合いで毛ない人いるので、別に楽しく暮らしてますけどね。なので、なんかバンダナ巻くとか、カツラをするとかすればいいんじゃないかなと思いますけど。結構ね、カツラをつけると毛がないことって分かんなかったりするんですよね。言われると、あ、そういえば確かにそうだねってなるんですけど、言われないと割と分かんないんですよね。要はその、まつげとか眉毛とかがあんまりない人なんだなみたいので。で、指に毛がないのを見て、あ、この人本当にそうなんだって気づいたっていうのもあるので、なので結構分かんないので、知り合いが多いところだとバレるんですけど、全然違うコミュニティとかにカツラをつけていけばいいんじゃないかなと思いますけど。というわけで、お疲れ様でした。